この世界には人の運命を司る何らかの超越的な律、神の手が存在するのだろうか。少なくとも人は自らの意志さえ自由にはできない。何が起こった？
こいつは夢だ、夢決まったろ。今度は何だ。アナリシ、あの時アナリシかの地へよくぞ集った。人の作りし神ならざる神の子羊たちよ、この聖なる宴存分に味わうがよい。因果律により選ばれし巫女高代、お前は選ばれし者。この時この地にあるように、大いなる神の御手により定められし者、我らが眷属渇望の福王なり。グリフィス眷属、グリフィスが。ふざけんじゃねえ。人をこんなわけのわからねえ場所に連れ込んだ挙句に何勝手なことぬかしてやる。巫女だと眷属だと、バカ言ってんじゃねえ。こいつには尻尾の一本だって生えちゃいねえよ。てめえら化け物と一緒にするな。ガッツ、ほっ美しい友情だこと。あなたさぞかし良い生贄になることでしょうね。生贄、そう、彼が魔王になるための尊い生贄。魔王、生贄だと。その通り、高いよ。その神父のベヘリットを手にした瞬間からお前は魔王になる資格を得ていたのさ。いや、その資格があったからこそそれを手にしたと言うべきかな。そのベヘリットを使って我々を呼び出したこと自体が我らの眷属たる資格があるという証なのだよ。なぜならここに集まった全ての使徒たちがベヘリットによってあるべき姿を手に入れたのだから。それじゃまさかこいつら全てが。そしてお前の手にしているベヘリットはただのベヘリットではない。我ら守護天使ゴッドハンドに転生することができる者のみが手にする真紅のベヘリット、覇王の卵なの。そしてあなたたちは天使降臨のための大切な生贄。の命と引き換えに。少し違うわね。それをするのは彼の意志、彼があなたたちを生贄に捧げるの。そんなわけねえだろ。そんなわけが。全ては因果の流れの中に、全ては定められたこと。お前たちの命はこの聖なる接合点食に向けて紡がれたもの。これより高魔の儀を執り行う。巫女を祭壇へ。なんだ。
恐ろしいか、お前ほどの者が頂上の者としての我らがか、それともお前がこれからたどる未来がか。未来に至る前に今一度帰るがいい。お前の原風景に、そして知るのだ。お前自身が何者であるのか。あれ、みんな帰っちゃったのかな。今日はお城見に行こうって言ってたのに。いいや、一人で行こう。あれれ、おかしいな、迷っちゃったぞ。ねえおばあさん、お城どっち？こっち。ありがとう。そうそう、坊やの友達が先に行って待ってるってさ。なんか変なところに来ちゃったぞ。最高だね、まったく。おばあさん、大変だ。人が大勢死んでる。知ってるよ。知ってるって、ひどいよ。知っててこんな嘘を。嘘なもんかね。これがあの城へ行く、ただ一つの道さ。これが？あの城へ向かう者は、ここに倒れている人間を踏みしだいていくか、さもなきゃこの中の一人になっちまうしかないんだよ。ほら、あんたの友達だって。君は？あなたはあの城へ行って王様になるんでしょ。すごいな。僕は騎士になりたいんだ。ほらねえ、僕も一緒に連れてってよ。これあげるからさ。ねえ、頑張るからさ、いいでしょ。ダメだよ。どうして？ダメだよ、できないんだ。だって君もう死んでるんだもん。俺たちも一緒に連れて行ってくれよ。俺たちあんたと戦いたいんだ。あんたならあの城にたどり着ける。見てみたいな、あんたの作る国。あんたの旗の下で戦わせてくれよ。ダメだ、ダメなんだ、連れて行けないよ。君たち死んじゃったから、もう生きていないから。だからもうあのお城には連れて行ってあげられないんだ。ごめん、ごめんよ。やれやれ、なんて子だろうね。だいたいあの子たちをあんなにしちまったのはあんたじゃないか。だってそうだろう。みんなあんたについてきてこうなったんだ。あんたがあそこへ行くなんて言い出さなきゃ、こんなことになりはしなかったんだよ。そんな、僕は誰にも無理についてこいなんて。もうなんて言い草だい。ここまで歩いてこれたのは誰のおかげだと思ってるんだい。いいかい、あんたが通ってきた道はあの子たちの屍でできているんだよ。それだけじゃない、あの子たちがさらにその何倍もの屍を増やしてくれたおかげでここまで来ることができたんだ。ほらご覧、この先あの城まで進もうと思ったらもっとたくさんの屍を積み上げなくちゃいけない。どうした、恐ろしくなったのかね。引き返したくなったのかい。
ダメだよ、そんなこと考えちゃ。そんなことしたら今度はあんたがこの屍の仲間入りすることになるよ。見てごらんよ、自分の手を。うわあ、違う。バカだね、この子は。後悔なんてするくらいなら最初からこんなとこ来るんじゃないよ。ここはそんなに甘いところじゃないんだよ。どうして路地裏から城を見上げてるだけで満足できなかったんだい。そんなのわかんないよ。お黙り。あんたは知ってたはずだよ、ここがどんなところか。知っていた。知ってて、みんなの上を歩いてここまで。今さら何言ってんだよ。これがお前の夢につながる道なんだろ。そう信じてるんだろ。何言ってやがる、今さら。そう、積み上げるんだ。まだ遅くはない。もうそうするしかないんだ。あんたがそうなってしまう前に積み上げるんだ、屍を。そう、後悔して何になる。罪を悔やんで何になる。死者へ何が言える。詫びることなどできない。これは俺が自分から進んできた道。詫びてしまえば、悔やんでしまえば、全て終わってしまうから。あそこにはもう届かなくなってしまうから。そう、それがお前だ。幻。幻などではない。それはお前の意識界における真実。天空の城を目指し、頂きに屍を積み続ける、それがお前だ。千の仲間の屍の上を、千の仲間の築き師、万の敵の屍の上を、そのどちらでもない名もなき屍の上をお前は踏みしだいてきた。ただ一つの思いがゆえに。そして今、あなたの路地裏の道は途切れた。でも見なさい、血生臭い旅路の果てにあなたに残された最後のもの。共に飛び続けてきた鷹の翼、その一枚一枚、彼らはあなたを許すでしょう。たとえ今は絶望に打ちひしがれていても、あなたを温かく迎え入れてくれるでしょう。そしてあなたは生きていける。傷ついた身を彼らに委ねて、全てを過去に変えて、夢の残骸に埋もれて。夢の残骸。それが人の作りし神の罰だが、それでも思い果てぬなら、お前の目にあの城が何よりも眩しいのなら、積み上げるがよい。お前に残されたすべてを一言唱え、捧げると。さすれば頂きより天に飛び立つ漆黒の翼を授からん。運命が人知を超越し、人の子をもてあそぶが断りなら、人の子が魔をもって運命に対峙するは因果。ガレース！そう、何千の仲間、何万の敵の中で、ただ一人、ただ一人、お前だけが。俺に夢を忘れさせた。因果律により束ねられし栄とは今結ばれた。
約束の時来たりに。What is trying your